春の社会のさまざまな分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日賞は20人が受賞しこのうち旭日中旬賞には元静岡市長、元県議会議員の天野慎吾さんと元袋井市長の原田秀幸さんの2人が選ばれました。 また公共的な業務に長年にわたって従事した人に贈られる瑞穂賞は56人が受賞しこのうち瑞穂中受賞は静岡大学名誉教授の稲垣典弘さんや県立大学名誉教授の富田功さんら5人が選ばれました。